皆さんこんにちは、翔平チャンネルの翔平といくのでだいぶ空いたね毎日撮ろうかと思ったんやけどなかなか撮れんね。なかなかもう苦しくなってきました。撮れんということで、今回はね、出産前1ヶ月から始まりまして現在2週間前となっております。どうですか、お腹ちょっと見ようか出産で こんな感じやね。うわー、シュギックちょっと開けてもいい？え、うわちょっと降りてきたっていう感じだったね。そう、下にね、生まれる準備が始まっています。2週間前、もう出てきそうな感じやね。お見苦しい、すいません、病院の先生はでも出てこんちようかね、まだ。一応下のには降りてきたねって言われたけど、1人目もそんなに40週ぐらいで生まれたからそんなに早まることはないから予定日ぐらいかなってこの前先週言われました。今日はテーマは逆子です。逆子ちこう分かったのち大体いつぐらいなんか。私は33週、もう後期っていうか、大体ほら今さっき言ったけど40週とかで生まれるっちゅうのに、一番もうそのぐらいになったら、うん、お腹の中でもう赤ちゃん大きくなるけ、それまではくる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 回るけね、別に逆子でもいいん。でも35とかなって過ぎたらだんだんもう身動きが取れんくなるけ、そしたら逆さまなっとったら帝王切開になるけ、そのためには逆子体操とかを一応してできるんやったら普通に生まれるようにっていうのをまあ言われるね。なるほど。俺も結構一緒にこう手伝ったりしよったけど、なかなかひっくり返らんやったやん。ひっくり返らんやった。その時の心境はどうやった？その一人目の時はさ、一回もならんやったやん。そうやったからね。ならんくて、で友達はなっとって、で大変そうやったんやけど、自分ならんかったけ、そこまでなんか真剣に調べたり考えたりしてなかったけど、やっぱりこんな最後らへんで逆子やねとか言われたら、できたら自然に産みたいし、っていうのがあるけ、で冷えたらなんか逆さまなるみたいな。冷えたら逆さまになりやすい。聞いとったけ、温めるよとか、その体が温まる食べ物を食べた方がいいとか、いろいろそんなん言われたんやけど、そんなんしても治らんやったよ。ちなみに何食べた？いや忘れたけど、鍋とか食べたかね。鍋とか煮た野菜よね。煮た、ああそうやね。どっちかって言ったらやっぱさ、野菜取らなって思ったら、ね、サラダとか食べよったやん。うん、サラダ控えて温めたね。うん、温めたね野菜、うん、煮た野菜とか煮物とか、あとやっぱ飲み物も冷たいね、氷入れとるのとかやなくて、あったかい飲み物の方がいいし、時期的にちょっと暑くなったりしたりしたけ、もう冷たいの飲んだりとか、2人目は気にせんで、結構ねそういうことも多分あったんやと思うんやけど、気をつけるようにして、まあ病院から指示があったと思うよね、で逆子体操しましょうってなって、どれぐらいの期間したんか。1ヶ月ぐらいしたと思う。1ヶ月ぐらいもしたかね。だいたい2週間おきくらいに検診に行き寄る時で、33週の時も逆子です。35週の時も逆子です。で次の時に逆子やったら、ちょっと例えばなんか針灸やないけど、なんかそんなんでも治ったりするらしい。針だったり、なんかプロみたいな人がぐるんち回したりとか、なんかいろんな方法はあるんよって聞いたことあるんやけど、でもう検診で2回言われたけ、もう2回目の時は私は悲壮感よね。ちょっと焦ったっていうか、あまだかっていう、そのねエコーで当ててもらった時どうかなと思って、あまだ逆子やねって言われた時、やっぱりいくのちゃん2つ逆子体操2種類しよったよ、名前とかあるの？あれは、いや名前とかはないけど、まず最初はまだ回る、33週とかやったら回るから、そこまで気にせんでいいけど、とりあえずこの体操してみようかっていう、これここには出たよ、ね、とりあえずここには今初めしたのこれやね、ここにあるやつ、ね、それは多分まだ軽いっていうか、王道のやつね。結構でもきつそうやから、ね、こう伸ばすやつ、ここでと。で次にやったやつは、そのね一つ目やったやん、これね。けどそれで治らんやった。治らんやった。治らんで2週間治らんで。あ2週間ぐらいそれしたね。
で4週間目次の週検診でも治らんで、でその時先生にこれもやってみてって言われたのがこれこれね、うん、でそっちの方がね私的には楽やったよ。きつそうやったね初めのやつ。初めのやつはきつい。俺全然さ、お腹に赤ちゃんおらんけんやけどさ、全然楽そうなんやけど、あれ妊婦さんきついんやね。きついし、 10から15分やって確か。長いね。 それがね、もうね、まだね、今何分だったんだよ、3分とか言うやん、うん、もうイライラするよね。もうふーっちこっちはなるけどさ、早く時間経ってくれみたいな。パパ手伝ってよって感じやったね。でもこれもし見る人おったらパパ絶対手伝わんよこれ。いや絶対時間かかるだけでもいいし、横で頑張れあと何分よ頑張れとか、あのもうそういうのだけで全然違うから、ご視聴中のパパ頑張ってください。いやもう本当にお腹にね、もう結構後期とか言って重たいけ、うん、その普通の人がする楽ちんなことがめちゃくちゃその全身に体重がかかってくるけ、もうすごいきつくて、で2回目のやつはどっちかっつったら私的にはそっちの方が楽やった。あ、なんかね、まあ時間も長くても大丈夫そうやったね、うん、楽やったね、うん、でそれして結局治ったよ。ああ、よかったね。でもあれやね、逆子体操、まあ、1ヶ月ぐらいしよったけど、うん、まあ、する日もあったし、せん日もあったね。やっぱこう、うん、きつい時はね、もうね無理せんでね、嫌になる。なんか毎日、うん、ほらあれせなとか言われたりしたら、せないけんねやけど、すごいなんかもうその時間がきついけ、その私もさ、逆子って言ってさ、パパに言った時にパパはもうさ、逆子やったら逆子でしょうがなくないみたいな、もう最終的に最後そうやったら普通に産んだ方がいいけど、切るのはね痛いけど、でももうそうやったらそうでしょうがなくないっていうことにしようやって決めて、でパパからもそう言ってもらったら気持ちがすごい楽やったんや。そうだ、うん、へえ。だけどやっぱあーもう直さなって思って、あ、自分追い込まんでいいよね。そうそう、だけどそれがまあ、頑張ろうっていう気持ちにもなったし、無理せずでいいやんって言ってくれたけ、前向きになれたけ、戻ったらラッキーやなっていう感じで思えた。逆子なんはママの責任じゃないよね、うん、うん、ママ、うん、自分追い込まないで大丈夫よっていうことですよね。そういうことももうあるよねっていう、うん、じゃあまあなんとかね、運よく逆子体操で治ったけど、うん、やっぱ治らん人もやっぱね、うん、中にはおるはずやけど、うん、なんか今じゃあ逆子で悩んど視聴者の方に何か伝えたいこととかありますか？まあそのママが気にしすぎんで、まあ体操とか食べ物とかあんまり思い詰めなくて、できる範囲で協力してやってもらったら、もう赤ちゃんも分かっとうと思うし、まあ、出てきたら一緒やけね、うん、ママのお腹が居心地がいいんやろうけ、出てきたら一緒やけ、まあ、元気に生まれたら嬉しいなっていうのをまあ第一に考えて、あとはママが健康に、ね、心が健康に過ごすことの方が大事と思うけ、まあ、ママと赤ちゃんが健康長が一番やね、まあ、産み方はその次ですかね、うんうん、といったところで今日はよろしいでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネルが気になった人はチャンネル登録、評価お願いします。またご意見ご感想があったらコメント欄に書いてください。ありがとうございました。ありがとうございました。